行き止まりか。いや、昇降機がある。使えそうだ。驚いたな。本当に地下の港だ。船もある。ダノ人ばっかだ。ここで働かされてたのか。アウメドラのことを尋ねてみよう。スルドがここに来なかったか。もういねえよ。ゾロゾロ手下と一緒にやってきて、自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こっちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出すぜ。あんた、船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな、一通りのことはできるよ。どんな危険があるかもわからない。船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。素人が操ってみろ。港から出る前に沈没しちまう。時間が惜しい。お願いしよう。よし、来た。俺はマハバル。準備しておくから声かけてくれ。夢みたいだ。生まれて初めて自分の意志で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。対してこっちは空っぽで船足が軽い。行き先にもよるが、なあ、なんとかなるだろう。スルドの船にもダナ人が乗っているのか。どうかな。何でもあの船はスルドの2番目の城だっていうし、城にはダナ人は入れないしな。まあレナ人だけであんなデカブツ扱いきれるか怪しいもんだが、何にせよ追いつくまでしばらくかかる。それまで好きに過ごしててくれ。海に落ちなさんなよ。好きに過ごせと言われても船の上じゃすることがない。みんなの様子でも見に行くか。念のため船の中を一通り調べてみたけど、特に怪しいところはなかったぜ。そうか、助かる。初めてカラグリアを出た時、世界ってのはなんて広いんだって思ったよ。俺もカラグリアの壁を壊してその向こうを見たとき、そう思った。だが、ああ、この海の広さってやつは、なんていうか、桁が違うな。親父も見たら驚いだろうな。ロウ、親父が死んだとき、最後になんて言おうとしたのか、ずっと考えてるんだ。ああかもしれない、こうかもしれない。でもそれって俺の願望でしかないかもしれないだろ。そんなこと考えてると
今度はああしとけばよかった、こうしとけばよかった、そんなことばかり浮かんできて、いつまで経っても答えが出ないんだ。リンウェルのことだってそうだ。思わずやっちまったけど、本当に正しかったのか、話をややこしくしただけなんじゃないかってさ。俺本当にバカだよな。俺は時々こんな時ジルファならどうしただろうって思うことがある。ジルファだったらリンウェルを止めなかったと思うか。いや、親父だって絶対止めたと思う。そしてお前は同じことをしたんだ。ジルファはきっと誇りに思っている。アルフェン、お互いジルファに向かって胸を張れるよう頑張ろう。俺たちにできるのはそれだけだ。ああ、ありがとうアルフェン。いちいち絵になるな、あんたは。見る側の主観まで責任は負えんな。アウメダラのことはよく知っているのか。ご期待に添えるほどではないな。レネギスでスルドに選ばれた後、何度か顔を合わせた程度だ。レネギスか。今地上で起きていることはどこまで知られているんだろう。全て把握されていると思うべきだろう。生還の理由は不明だが、あるいはこれもスルドブリガの一環とみなされているのか。アウメドラのやったこともか。これまでもあんなことが当たり前に繰り返されてきたのか。私が知る限りではない。スルドブリガは精霊力の量を競い合う。そのためには奴隷の存在が欠かせない。乱れに殺せば。ならアウメドラはどうしてあんなことをしたんだ。さてな、スルドブリガの終わりが近いと見て勝負に出たか。労働よりずっと手っ取り早く大量の精霊力が得られる。人間が虚水化するほどの搾取は本来スルドブリガにあっては想定外だったはずだ。そんなにしてまでなりたいものなのか。なんといっても我々の頂点だからな。その意味では彼女の振る舞いも理解できる。やり口としてはおぞましいことこの上ないが。あんたからそう聞けてホッとするよ。メナンシアのことなら単に度胸が足りなかっただけかもしれないぞ。悲鳴を聞きたくなかっただけなら耳を塞ぐだけでもよかったはずだ。無理やり私を善人にしようとしているな。断っておくが、私はそんな上等な人間ではないぞ。だったらなぜあの死の湖にキサラの声に動揺したんだ。なぜミキウダの願いのため同胞を相手に戦う。皆ダナ人じゃないか。そういう君はどうだ。ミハグサールで何を見た。デダイムのあれは解放とは違う。自分に従わない者を敵とみなすのは300年間レナがやってきたのと何も変わらない。私が見たのはダナ人同士、レナ人同士の中にさえメナンシアのレナとダナの真の共存。努力はするつもりだが。できないと思っているのか。君はできると思っているのだな。俺たちは敵か。少なくとも剣を交えてはいないな。それじゃ不足か。何を無邪気な。まあいい、しばしは付き合おう。顔色が悪いみたいだな。大丈夫か。この床ごと揺れるというのはなかなか答えるな。お前は平気なのか。そういえば何ともないな。痛覚がないせいかもしれないが。ニズでのこと今でも信じられない。いくらダナ人に対するスルドの仕打ちとはいえ、あそこまで人の命をもてあそべるとは。ああ、だがニズに会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。レナの支配に対する怒り、それが俺の戦いの始まりだった。レナは悪、最初はそれでよかった。だがシオンやメナンシアの人々を見るうちだんだん分からなくなった。そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい。
レナだから悪い。所詮虐げられた側の思い込みでしかないのかもしれないか。ああ、レナの支配は許せない。だがどちらにもいろいろいる。少なくともそれが俺の見てきた真実だ。仮にデダイムがもっとまともな人間だったとしても300年の支配から逃れられるかもしれない。そんな誘惑を前にダナ人が冷静でいるのは難しかった気がする。私がメナンシアで理想に飛びついたのも根は同じことだ。少なくともキオハリムに悪意はなかったんだ。罠として仕掛けたアウメドラとは違うだろう。私が言っているのは受け止める側の問題だ。私たちはあまりに。リンウェルから聞いたのだが、レナの侵略を受ける前はダナ人自身が支配するものとされるものに分かれていたそうだ。デダイムの態度はまさに支配するもののそれだった。バエフォンの話じゃ彼も最初は違ったらしい。それが支配者と戦い続けるうちにレナの支配を倒しても結局そこに戻るだけなのだとしたら、キサラが追い求める理想郷はだといいのだが、今のところ正直雲をつかむような気分だ。あんたにはミキウダの意志がある。故郷の。そうだな。兄さんも信じた。それにお前たちもいる。俺たち？お前とシオンだ。どういう意味だ？変なことを言ったか。今の私にとって一番身近なダナとレナが共存している例なのだが。言い争いしかした覚えがないぞ。案外そういうところに答えがあるのかもしれない。そういうキサラこそ。と酔いが戻ったようだ。ローは大丈夫かな？気になるなら直接話してみるといい。うん。それと謝らないとだよね、アルフェンたちにも。俺たちにも？だって私ずっと嘘ついてたんだよ。敵討ちのことしか本当は考えてなくて、でも一緒に戦ってるようなふりをして。誰だって人に言えない事情の一つくらいある。それにリンウェルの力には随分助けられてきた。あれは不利なんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる。アウメドラのことだろ。うん。やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はその度にローのあの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアじゃダナ人同士が疑い合って、ミハグサールじゃデダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、もう何が何だかわからない。ローはアウメドラを許せと言ったわけじゃない。大切な人を殺した相手が憎いのは当然だ。ただただあいつは父親への怒りで故郷を離れた。そのせいで父親とジルファと和解の言葉を交わせないまま死に別れたとあいつは思っている。多分その気持ちは仇のガナベルトを倒しても晴れることはなかったんだ。あいつは勢いに流されて何かをすることの怖さを知っているんだ。怖さ。
アウメドラのことはリンウェル自身が決めるしかないし、俺はそれを尊重したい。だがとにかくよく考えるといい。時間はまだある。うん、ありがとう。ねえ、私あの時シオンに怒られたような気がした。でもそういう彼女はどうなんだろう。シオンには何があるのかな。それはよく知らないんだ。あまり自分のことを話さないし。憎しみは力をくれるって何がそんなこと言わせたのかな。ずっと誰かと手も握れないのってどんな感じなんだろう。あまり乗り出すと落ちるぞ。アウメドラの船を探しているのか。海を見ていたのよ。海を。そう、波を思い返しながら。シスロディアの冷たく白い峰、メナンシアの豊かな緑、カラグリアの苛烈な荒野さえ、大地は脅威に満ちている。でもメナンシアの死の湖やニズの荒廃は、あれをもたらしたスルドブリガは間違っているわ。二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう。ダナとレナは。あなたはどう思うの。俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。随分変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいものの全てがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。シオン、レネギスにいた頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと。今もか。あなたの記憶はまだ戻らないの？ああ、戻りそうな感覚はあるんだが、仮面が邪魔してるらしい。記憶が戻ればその仮面の正体もわかるかもしれない。そう思うと皮肉ね。まあな。
シオンの方は茨が溶けるまでもう一息だな。スルドはあと二人だ。そのマスターコアが手に入れば例のレナス・アルマができるんだろ。そうすればイバラも。シオン、ごめんなさい、何でもないわ。そうね、終わりは近い。私一人ではここまで来るのは無理だった。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。礼なんて必要ない、俺たちは仲間だ。そうだったわね。あとどのくらいでアウメドラに追いつくんだろう。マハバルに聞いてみよう。よう、起きたか。ちょうどいいところに来た。見えたぞ。あれか、でかいな。ロウ、みんなを集めてくれ。気づかれずに横付けできるか。ああ、幸いヨギリが出ているからな。あとは音で気づかれなければってとこだ。気づかれたらどうなる。そりゃあまあ、逃げる間もなく海の藻くずだろうよ。はあ、追うてきたか。やはりハエとはいえ確実に潰しておくべきであったの。うるそうてかなわぬ。もう腹が空いたか。よい、わざわざ餌の方から出向いてきたようじゃ。いいぞ、うまく横付けできた。いつでも脱出できるように俺はここで待機しておく。よし、行こう。アウメダラを探すんだ。それにしてもでかい船だな。ミハグサール一国でよく数年でこれほどのものを作り上げたものだ。あるいはケルザレクが物資を横流ししていたか。だとすればこれもまた私の不始末になるか。メナンシアからだけとは限らないわ。他の国からもか。あり得るな、あの女なら。けど自分の国を捨ててこんな船に逃げ込んで、アウメドラはこれからどうするつもりなんだ。パタウル限りの財を積み込み、高みの見物を決め込んだ上で漁夫の利を狙う。
といったところだろうな。あいつならやりか、力ある上に狡猾で手段を選ばない。鋭の霊に漏れずだろう。これが最初じゃないさ。ためらわないのね。ああ、笑いながらあんなことができる人間を。そうそうね。こんな時に持ち出す話でもないのだが、君の仮面がそんな具合になっているのはカラグリアでビエゾの一撃を受けたためだそうだな。ああ、あの時は肝が冷えた。スルド・ビエゾは旅力だけなら5人のうちで最強だった。その一撃で半壊にとどまるとはダナのものではあるまい。前にシオンにも言われたよ。そんなものをかぶっている俺は一体何者なのかって。半壊した時に名前を思い出したとも聞いた。ああ、全部壊れた時どうなるのか正直考えるのが少し怖いけど、それを恐れて何もしないのはもっと怖い。だから今は戦い続けるさ。夜と相対した者だけが不次を見る。なんだって？なんでもない。容赦しないわよ。俺の真骨だ。炎よ、巻き込め。攻撃を引き受けるぞ。この調子でいきましょう。止められねえぜ。続いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。よし、うまくいった。大丈夫か？疲れてねえか？うん、進もう。
題なさそうな相手だな。味方ではないから。どういうこと？いや、どうぞ、ガホ火炎砲だ。水の精鋭、ルツマンを殴ってやるからな。援護要請。砲撃の槍を交代。人間交流連携だ。人間が誰が叩いた。よし、盾も鎧も傷はないな。クルルは隠れてて。いてっくる。これは楽がいい。超連携。すべて指で見ながら。まだやられる。盾があろうとぶち抜けやる。俺の進化だ。上がったってか。逃さない。暮らせろ。これはいい武器の素材になるぞ。近づかせないよ。歯向かう気か。負けない。負けない。楽をさせてもらった。やってやれ。エア貴族だ。ほらよ。交流連携だ。色の精鋭、マジンガ準備完了。決めて。鉄人に帰れ。信用するか。分かるよ。これ勝利の槍を全体の束縛。交流連携だ。うわぁ。炎よ、切り裂け。巻き込め。身の丈に。突進相手は任せろ。村人たちが止めるよ。待てよ。倒れろ。もう敵はいないようだな。拾ったはいいが、何なんだこれ。ありふれた認証式の鍵だ。そりゃあんたにはありふれてるだろうけど。昇降機のかもしれないわ。試してみましょう。あの面倒そうな相手ね。ファーストエイド。任せたまえ。一発目。決めてやる。決めて。インテリーカム。いくぞ。勝負なら私の出番。予想襲撃。避けろ。避けろ。これで終わりだ。行くわよ。やるぞ。あったわよく。ここのところ運がいいな。クルルは隠れてて。わかりよせ。だだだ。やるぞ。ゴキの俺もつくな。優勢で。今だよ。やらせない。やらせない。ティッチに紛れ込むの。死亡な音は。やるよ。似てるぞ。水の精霊術よ。報酬違う。いてつく氷の槍よ。報酬違う。フリーズランタン。風
動きを封じてやろう。あがくがいい。やれるわ。このもとに私に任せて。これは大損。炎よ、突進は私が止める。お願い、サラ。炎よ、巻き込め。行けぞ、リムル。精霊力を叩き込む。さあ、進むわよ。片付けましょう。はい、みんな炎よ、俺の真骨だ。巻き込め。そういうレンガファーストエイド。超レンガ三日月よ。クリアス流水の竹にマグナイト。この元にレンガだ。これは温存。このまま三日月よ。これで終わりだ。どうにか倒せたな。ここのズーグル勝ってるって感じじゃないな。実験用と見てまず間違いはない。あの女の考えそうなことだぜ。ここでも同じような気になる。変な薬みてえな匂いもするぜ。いずれにせよろくな場所ではあるまい。ぶったたき拘束する。終わりだ。マグナリーのせいだ。任せたまえ。マグナリー、まずは防御を打つぞ。どういうことやられなくなる。死ぬでやる。こう飛ばれるとなりたくない。重装ライザン。ガリオス、外さないわ。あがくがいい。水の精霊力。クレット、やれよ。ファーストライト。氷の槍よ。深刻だ。フリーズライト。終わりよ。精霊力展開。いっけ。悪くなかったわ。そうかもね。がいるの？このバカでかいのはなんだ？ひょっとしてこの船の機関部か？ご明察だ。これだけ大きな船となればこうもなろう。ってことはこれをぶっ壊せばこの船を沈められるかもしれないな。その前に我々が脱出できるかどうかはともかく。7年の間にアウメドラはこれだけのものを作ったのですね。いや、彼女ではあるまい。この船はアウメドラが作ったんじゃなかったか？船体はそうだ。
だが機関部はおそらく星船のものだろう。星船？レネギスとの行き来に使われる星船のこと？レネギスや星船に用いられている技術は普段我々が扱っているものより数段高度だ。いかにアウメドラといえども自前で作るのは容易ではあるまい。それってつまり空の上には今よりもっと厄介な敵がいるってことか。頭痛くなってくるな。今それを考えても仕方がない。アウメドラのことだけに集中しよう。サクッと蹴散らしてやら。いけませんか。氷の槍を見たら外さないわ。あっためいっとけ。行くわよ。蹴るぞ。恨みかよ。盾があれば防げる。まだやられぬ。決めて。そしたら使用バッテンジン。あら私確実についてる。はあ。なんか機嫌いいな。友達見つけたね。
さっさと片付けましょう。はったないわ。スライナー投げ払う。いつも逃げるぞ。ラテル報酬いけるぞ。積み合い役はすっきり耐えれ。早野の前で昇竜さん。いいね。超連射だ。超は先行か。楽をさせてもらった。さあ行くぞ。撃つ。当てる。超連射だ。行けるぞ。行けるぞ。行けるぞ。炎の真っ向勝負だ。わかっておくな。やめとる。行けるぞ。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。力の差も測れなかったのね。